25日は12月の25日木曜日の日狩り竹部でございます。さてクリスマスの東京市場でございます。昨日はクリスマスイブでございました。皆さん、楽しい日々というか夜、過ごされていることかとは思いますが、本日の東京市場でございますけども、クリスマス、世界的なクリスマスでございますけども、実質的な市場参加者東京勢のみと、一部中東勢などもこれあまりクリスマスの方は少し距離を置いているわけでございますけども、基本的には東京勢のみというところで、株式市場、こちらの方はですね、NISA であったりだとか権利付き最終日、回収取りの最終日であったりと、そして外為市場においても本日ご当日でございますけれども、ほとんど3時をもって FX 証拠金市場の方も株式市場の方も終了、そして東京外為市場、これインターバンク銀行間取引の方も17時をもって終了というところでございます。さてそうしたところの中で、じゃあ材料何もないのかというとですね、竹部は非常に地味ではございます。ある意味、当たり前なのかもしれませんが、今日はちょっとこうしたものをですね、皆さんにぜひご案内させていただきたいと思いますが、あまり特定の新聞さんになるとお叱りは受けそうなんでございますが、主要紙、全てと言っても過言ではないかと思います。12月の24日、安倍第3次内閣が発足してましたというところで、スタートに関しての、大見出しが、各紙一面トップを飾っているわけでございますけれども、さてちょっとここのところですね、いろいろ細かい部分を見てみますと、まずはこの朝日新聞さんですね、この改憲歴史的チャレンジと、要は自民党の悲願であるというような、この改憲というものにとってといてちょっとフォーカスすると。で今年振り返ってみますと、1月のダボス会議において、やはり安倍首相の政治信条の方が少しフォーカスされたことによってですね、若干ダボス会議などではアベノミクスがぶれるんじゃないかというような警戒があったのが思い起こされるような、そんな警戒を示すような記事でございます。なんか今日はちょっと他の朝のテレビ番組みたいでございますけども、で一方、毎日新聞などはこれ経済重視を継続と、一面にですね、経済重視を継続させるんだと、そして読売新聞こちらの方でもアベノミクスを最優先と、そして、強い経済を取り戻すというふうにして一面飾っているのは日本経済新聞だというところでございます。なんとなく今後のトレンド、テーマとですね、なんかリスクというのをそれぞれ、このそれぞれの新聞一面が教えてくれたのかなという感じで、そして意味では年末クリスマス期ではありございますけれども、来年につながるような大きな報道だったのかなと、今朝の新聞ですけれども、感じているところでございます。さて、そうは言ってもですね、足元あまり動いてないじゃないかというようなご指摘もあろうかと思います。そこで今回のタイトルはクリスマスプレゼント通貨と、竹部のイラスト、サンタさんの格好しておりますが、クリスマスあまり動いてないよねと、そして本日25日もあまり動かないだろう、動かないというか、市場がほとんどないというところなんですが、じゃあちょっと今後の、一つの動かない流れの中でも、動く通貨はないのかというところをちょっとですね、今回は改めてご留意をしていただく、ちょっと念頭に置いておいていただければというふうに思います。これは最高値、最安値、それぞれ、累計値での値幅でございますけれども、やはり一番大きく動くのはポンド絡みなのかなというところはちょっとこれ覚えておいていただければというふうに思います。もちろん危険な被りもしますが、リスクとリターンの安分というんでしょうかね、それぞれ、ご認識していただく流れの中だったらば、ポンド王子もしくはポンド円をお取り組みしていただいても、差し障りないのかなという言い方も変なんですけども、こうしての動きを見せますと、当然キャピタルゲインができるような通貨ペアであると。で一方で、これ分母と分子のバランスもありますし、ランド円などの値幅は少ないじゃないかといっても、これ相応にですね、10万通貨単位であったりしますので、損失額もしくは利益獲得額、これよりももっと実質は大きいというご認識を持っていただければと思いますが、ユーロスイスであったりだとか、もしくはドルスイス、ドルカナダ、ニュージーランドドル、米ドル、こうしたものが意外とやっぱり動いてなかったなんだというところで、こうしたもので細かく積み上げていくというような作戦も、今後は取れるんじゃないんですかというところをですね、ちょっとこのクリスマスの時だからこそですね、こうした値動きがあるもの、そして本当にないもの、改めてご確認をしていただければと思います。でちなみにでございますが、東京マーケット、本日と東京ドル円の動きでございますが、120円台の前半での推移というところで現状動いているところでございます。
さて、そして本日でございますけれども、木曜日ということで、やはりですね、竹部の一押しストラテジーテーマ、これを考えてご案内させていただこうかと思います。キーワード、ジャパントレードというところでご案内させていただこうかと思います。これ、60分足チャートなんでございますけれども、まあ、先ほどご案内させていただきました、冒頭でご案内させていただきました、安倍首相の、まあ、こうした新たな政権発足、そして強調してらっしゃるのが、やはりアベノミクス、経済重視というところ、強い経済を取り戻すんだというような姿勢に乗っかっていくという見方、これ、来年になっていく、つながっていくかと思いますが、足元をどう見るのかというところでございます。これですね、まあ、ちょっとかなりうがった見方ではございますけれども、もし、ご自身が日本の政治のトップの方でいらっしゃる、もしくはそれに関係する方々だったら、今年はどういった形でですね、クロージングしたいのかというふうにして思った場合は、ジャパントレードを再燃させて、やはりシンボリックな形、1ドル120円は維持させて、日経平均株価は1万8000円台で終わらせたいんじゃないんでしょうかねというところ、かなりこれ政治的にかなりうがった見方でございますけれども、1ドル120円、そして日経平均株価は1万8000円で終わったんだというふうにして言いたい、言わせたい、報道させたいとするならば、これちょっとベタベタな見方かもしれませんが、つい先だっての FOMC においてのスッと上昇した部分もございますが、まずドル円においては120円前半で、まあ、この辺はドルロング円ショートでポジションを持ち越して、日経平均株価においては1万7800円水準、まあ、30日まだまだございます。大納会までまだございますが、1万8000円というのもある種これ射程距離の中に収まるのではないかなというふうにしてみた場合は、指数においてはこの辺はちょっと強気に攻めてもいいんじゃないかというようなストラテジーを今回ご案内させていただいたところでございます。さて、本日東京市場ちょっとイレギュラーな形で早めに終了いたしますが、また明日、そして来週でございますね、クリスマスが終わった後、まあ年末ではございますが、市場はまた通常通りでございます。そうしたところはですね、この普段の各商品別での取引可能時間帯というのは当社ウェブサイトなどでご覧になれます。ぜひご確認をしていただいてお取り組みいただければと思います。素敵なクリスマスをお過ごしいただければと思います。以上、岡さんオンライン証券の竹部力也でございました。